何がご入用ですか、獣士様。じゃいない。よく見てくれ。探しているものが必ずあるはずだ。もしなかったら言ってくれ。しまい込んでいるかもしれない。何でも売るぞ、友よ。何でもだ。自分に姉妹がいたならすぐにでも。ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。またぜひ来てくれ。ずっと探してたんだ。あんたに直接届ける。ちょっと待って、マルカルスのセルモとかいう人からの手紙だ。これでよしっと。じゃあ行くよ。
とステーキはほどうまいよ。立ち去れ。
狂うことができると思う。死ね。フォース。そして奥様、旅人は少ない。もちろんハイフロス川に行く連中は別だ。泊まるのか飲むのかどっちだ。見せてくれ。信じられない。これは全部ウィンデリウスが書いた模造品だったのか。
こんなにバカだったなんて信じられない。せめて彼を世話してくれたお礼くらいはさせてくれ。支払いとして受け取るのが嫌なら贈り物だと思えばいい。また来たら飲みに寄ってくれ。巡礼者には見えない。わざわざ威張らせて。
バカが。武器を抜いてうろつきやがって。誰か襲う気か？泊まりだ。何か欲しいのか？何か必要ならすぐに言え。間取り、ベッドもひどいもんだと思う。そうさ、猿がいい。お前に話しかけない。町の連中が船長と昔は船乗りだったからだ。どんなものでも揃ってる。質問があったら言ってくれ。先生はちょっと気が短いんだ。でも、たくさんのことを教えてくれたよ。この辺をうろつかれると困るんだ。だった。品物をジロジロ見てるだけじゃなくて、金を使う気はあるんだろうな。錬金術は単純だ。もちろんお前が単純でなければだが、そうだったら私にできることはない。どうし、これは言い伝えにある小瓶の外見そのものだ。しかし、液体を収められなければ確かめる術がない。ではどうやって壊したんだ？これが自分で探し出さなかったことの罰か。だろうな。お前に小瓶を傷つけられるだけの知識があるとは思えない。たとえ壊そうとしてもな。どちらにせよ、これで終わりだ。さて、すまないが、客の応対をする気分にはなれないんだよな。出口は分かっているだろう。ご苦労だったな、取っておけ。急げ。力添えには感謝しているよ。先生は懐が寂しい時があるもんでね。これを受け取ってくれ。小瓶に傷はついたが、これは報酬に値する仕事だよ。ヌレリオンの世話をしに行くから失礼するよ。人生最後の日々を
少し楽にしてあげたいんだ。先生はちょっと気が短いんだ。でもたくさんのことを教えてくれたよ。うちの薬や材料はいかがかな。娘が私たちから奪われて以来、気分をどうしていいかわからないのよ。あの子が恋しいよ。少し前に自分の双子の子、身近な人を失ったことはある。町の連中が船長と呼ぶのは、昔は船乗りだったからだ。戦争に栄光なんてない。兵隊に命を。もっと旅し、この家に兵士のみんなと取引したい人なんてわけないわ。初めは辛かったわ。この町のノルダはよそ者に対して疑り深いから。でもそのうちにちゃんとした友達ができて、自分は十分役立つんだって証明することができたの。そうしたらもう面倒事はなくなったわ。ダークエルフは物事を正確に理解するにはプライドが高すぎるし、純真すぎるのよ。だからこのスラムに暮らし続けているの。サマーセット島からやってきたばかりよ。スカイリムにはチャンスがたくさんあるから。送信具、雑貨、そんな感じのものよ。姉妹が殺されてから非礼状だ。
たの血で染めてやる。帝国軍はいつも強くて有能な戦士を求めている。資格があると思うなら、ソリチュードにある本部へ行け。真のスカイリムの民に会ったらウィンドヘルムへ向かうよう伝えてくれ。ウルフリックストームクロークが相手から旧大臣にかけて待つのは嫌いだ。やってられん。早く次の帝国人を殺したいわ。次に会った帝国人は殺す。
油断しないで。ドーンガードを改変しているらしいね。スカイリムは人類生誕の地、そして栄光が生まれた場所だ。そして臆病な帝国軍どもはサルボールに倒された時、その両方を諦めた。さらに悪いことに、皇帝は自分の地位を守るためスカイリム、そして我らの神タロスをあろうことがエルフどもに売ったんだ。そしてトリガーは何をした？彼と味方した主張は、奴らは皇帝の金を受け取り、民は奴隷商人の平和条約のもとに売り飛ばされた。ウルフリックが彼を殺したのは正しかった。すぐに我々はスカイリムからエルフ、残忍な司法効果、配下の主張を排除する。全部残らずだ。我々は帝国軍を突き崩して奴らのもとにたどり着くだろう。帝国軍の兵士たちは新設のようにキラキラしているし、台所のようにガチャガチャうるさいの。奴らはこの道を進んでる。今にわかるわ。ちょっと見て。
今のは聞いたな。ハンマーフェルから来た戦士たちを見たか。極刀を持っていた。曲がった剣だ。仕事か。斧を手に入れて割れるだけ木材を割って持ってきてくれ。話すのは苦手なんだ。他人とは関わらないようにしている。新顔じゃないか。陰気で古臭いモーサルにとってなんて嬉しい光景なのだ。ソリチュードの吟遊詩人の大学で学んだ吟遊詩人さ。あんたみたいな放浪者は入学を考えてみるといい。窓。サイドへようこそ。何か用があれば言ってください。大したものはありませんが、一晩お泊まりでしたらお部屋を貸しますよ。喉の渇きには飲み物を、空腹には食べ物を。いらっしゃいませ。ご所望のものがあるといいけど。錬金術で必要なものが欲しければできる限り用意するわ。子供の頃に覚えたの。巡礼の旅でここに滞在した聖堂の治癒士が基礎を教えてくれた。彼女がドゥーマー太古の物語第5部って本を持っていて、何度も何度も読んだわ。私も一冊欲しいわね。本当に？持ってきてくれたら薬草について少し教えます。そういうこともあるけど、問題はそれじゃないの。暇なことが多いからいろいろと試してしまうの。大抵はうまくいかないけど、ついに。そして気がつくと在庫をほとんど使ってしまってるの。はい。
な。どうするつもりなんだろう。その窃盗や酔っ払いの思いというのか。十分だ。リドグロッドにお前の不安を話しておいた。彼女に任せておけ。今は自分の仕事に戻ってろ。我々に必要ない。モーサルは実際だらけだ。無駄か。ただ生活費を稼ぎたいだけだ。モーサルが支配下にあればな。この忌々しい戦争で手を失った。お前と甘い言葉のことを聞いた。モーサル、そしてわのところへ来る定めだったんだね。フロガーの家、火事で彼の奥さんと娘さんが亡くなったのよ。みんな今じゃ呪いのせいだと信じてる。それを否定する気はないよ。フロガーは妻が熊の油を火の中にこぼしたせいだと言っている。妻が自分で火をつけたと思っている者も大勢いる。欲望の鬼とはとんでもないことをしでかすものさ。あいつがアルバに時、灰はまだ暖かかった。噂やデマを根拠に無理だね。でも外から来たあんたなら真実を突き止められね。なくて触れようとしない灰を調べてごらん。もしあいつが有罪か無罪かを明らかにしてくれたら謝礼を払うよ。得体の知れないものには不安、そして恐怖さえも感じるものだ。それはなことじゃない。新しく住み着いたウィザードを恐れている者もいる。だが彼のことが分かってくれば受け入れるようになるだろう。時が経てばそれが正しいと分かるさ。ブロガーの運命はあんたの手の内にある。この広間にいる間、イドグロッド市長を敬わぬことは許されない。分かったか。それでは自分の仕事に取り掛かってくれ。分かった。探されば、タムリは知識と魔法の宝庫。普通の人じゃないよね。他の誰とも違う。サルやスカイリムの人でもない。おな、何なんだ、ドラゴン。お父さんなの？ヘルキ、でもお父さんがよそ者とは話しちゃダメだって。あなたはよそ者？煙で目が覚めたの。暑くて怖くて、だから隠れたの。そうしたら寒くなって暗くなったんだ。もう怖くないの。でも寂しい。一緒に遊んでくれる？いいよ、かくれんぼしよう。私を見つけられたら教えてあげる。でも夜まで待たなきゃならないわ。もう一人の方も遊んでるから
それまで出てこられないの。教えられない、聞かれているかもしれないからすぐ近くにいるの。先に私を見つけたら教えてあげられるわ。ラレットは妻を見なかったか。時々道に迷うな。ラレットは妻を見なかったか。分からなくなって、でも僕はここにいないんだ。私を探してたんだけど、あなたに先に見つけられて嬉しいわ。ラレッテはママと私を燃やすように言われてたんだけど、やりたがらなかった。いつまでもずっと私と遊んでいたかったのよ。首にキスされたら火に触っても痛くないくらいに体が冷たくなったの。ラレッテは私を連れ去ってかくまおうとしたけどできなかった。私完全に燃えちゃったんだもん。疲れたな。少し眠ることにするわ。ラレって死んでる。イスミールのヒゲにかけて、彼女は吸血鬼だ。彼女は死んだ。ラレットは死んだ。ラレってストームクロークの仲間に入ると言って出て行ったが、あ、かわいそうなラレット。だんだんアルバと過ごす時間が多くなっていった。でもいなくなるちょうど一週間前に彼女のことを傷つけたんだ。実際彼女がいなくなった夜、アルバと会うことになっていた。彼女は待ち合わせに現れなかったとアルバから後で聞いた。彼女にちゃんとお別れも言えなかった。お前はアルバが。でもだとしたらとんでもない。アルバが吸血鬼だと思ってるのか。いや、お前の間違いだ。間違いに決まってる。ラレッテはこの沼で最後を遂げたのかもしれない。アルバがこの件に関与しているなんて絶対に信じないぞ。それを市長に証明するなんてできっこない。アルバがそんな人ではないと思いたい。アルバについて何か分かったか。
ラレッテを楽にしてやったんですって。ここの人たちは働き者だから、自分たちが楽しむことを許せないのよ。悲しいわね。でも永遠に続くわけじゃないから。お前にアルバは傷つけさせない。ここに来るべきじゃなかったんだ。勝てると思うのか？お前にアルバは傷つけさせない。こっちよ。さらさら終わらせてやるわ。さあ、死ね。お前にアルバは傷つけさせない。あんたなんか殺してやる。もうやめろ。お前にアルバは傷つけさせない。ここに来るべきじゃなかった。
呪文は好き？ファリオンが私は覚えるのがうまいって言う。呪文を覚えるのが好きなんだ。ガードを改変しているらしいね。吸血鬼ハンターか何か。プロガーは有罪か？ハルバ？彼女が人殺しをするとは思えないね。証拠はあるんだろうね。証拠もなしにそんな申し立てはできないよ。じゃあ本当なんだね、あの裏切り者め。この借りは返さなきゃ。この事件を解決すればあんたには報酬が約束されているが、もう一つ頼みを聞いてもらいたいんだ。もう猿はまだ危険だ。日記には吸血鬼の長モバルスのことが書いてある。確か前世紀に亡くなったはずだが、腕の立つ戦士を集めてその隠れ家を一掃させるわ。外で待たせておくから指揮を取ってちょうだい。じゃあね。思い出した。お前空に気をつけろ、旅の人。モバルスの隠れ家に連れて行け。はい。おう。その吸血鬼を殺せ。やつを殺せ。やつをやっちまえ。彼女は死んだ。ラレッ、妻のために仇を討ちたい。ラレッテの復讐を。一緒に来ても来ない。俺たちはモバルスの隠れ家に向かって死ん。モーサルで一番の戦士は俺だ。なんじゃないかな。ヨルゲンと私はいつもよく働くのよ。モーサルはお互いにとって大切な場所だから。恐れることは何もない。ウイボレルーブクが時々道に行くんだ。どこに行くのかよくわからなくなって。以前シルトだった。その頃はお客は多くないからいろいろ試せる時間が。善良なため実験みたいなものね。吸血鬼ってわけか。才能を受け入れていない。彼らはご機嫌ようなんて。あいつらに向させるぞ。立ち去る。もちろんただ生活費を稼ぎたいだけだ。モーサルが支配下にあればな。あいつらは腰抜けかもしれんが俺は違う。一緒先に行ってくれ。
れ。生活費を稼ぎたいだけだ。モーサルが支配下にあればな。財布に金が少し余ってるみたいだな。そうだろ、友よ。そうか。この小銭入れをちょっと預かってやろう。それと、そこで手に入れたその上等なブーツもだ。ここで仲間と少し待っていた。お遊びはおしまいだ。シャベルを取り。助けてくれ！襲われる！お前の財布に金が少し余ってるみたいだな。そうだろ、友よ。ここに来るべきじゃなかった。ノラ、降参するなら今のうちだぞ。
誰かいるのか。確かに何か聞こえたんだ。血の匂いがする。神のご加護を祈っている。私と戦うのが怖いの？ただ生活費を稼ぎたいだけだ。この忌々しい戦争で全てを失った。
ただ生活費を稼ぎたいだけだ。モーサルの支配下にあれば。呼んでるわ。もう寝る時間ね。疲れた。おか。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。ドーンスターに新しい博物館が開くんだ。看守に頼まれて旅人に招待状を渡してるんだよ。これでよしっと。じゃあ行くよ。思い出した。お前は同胞団の新メンバーだな。じゃあ、お母さんとお父さんは何年も前に死んだわ。今はファリオンが面倒を見てくれているの。子供を生贄にしているとか、死者の心臓を食べているとか非難するつもりなら、話すだけ無駄だから黙ることだ。そんなことはしていないし、そのつもりもない。ただ平和な暮らしを望んでいるだけだ。モーサルの人々は真実を尋ねるより他人について忌まわしい物語を作り上げる方が好きなのだ。無知なまま私を恐れることを選ぶならそれは仕方ない。だがそれでも真実は変わらない。魔術師とお見受けしました。こちらはいかがでしょう。じゃあな。
もしかしたら自分がドラゴンボーンでその事実を。お腹いっぱいの蜂蜜酒でしっぽりとやりたい。大したもん、すごいわ。本当に知ってるとは思っていなかったわ。これでよ、何もかもを乗り越えられそうよ。これは感謝のと。新しい重視の枠が空いてるの。名誉として与える肩書きだけど、あなたみたいな人なら有効に書ける特典があるわよ。でもこの肩が得られるのはここの誰もが知っているものだけなの。町の人々を助けてくれたら重視にしてあげるわ。幸運を。